今日2ヶ月目、最後の筋トレやっていきます。今日特に器具とかないんで、まあ、普通にスクワット、腕立て、腹筋、プランクのメニューでやっていこうかなと思います。最後を旅先で終えるってすごいですね。あれ、よっしゃ、よし、今日もやりました。旅先でもやりましたよ。まあダンベルない分ちょっと楽かなっていうところではありますけど、普通に疲れました。プロテインを持ってきてないのがちょっと痛いですね。よし、終わった。これで旅先での筋トレもできました。器具を使わない筋トレメニューならどこでもできていいですね。今日から3ヶ月目なんですけど、この2ヶ月筋トレやって筋肉少し増えたけど、なんか脂肪燃焼してなくて、なんか体型の変化をあんま感じないみたいになってて、ちょっと脂肪燃焼をさせる作戦を考えなきゃいけないなと思いまして、筋トレ後に有酸素運動をするといいらしいんですよね。なので今までの筋トレをやってプラス有酸素運動を追加するっていうのを3ヶ月目やろうと思います。で、まあ3ヶ月目の1ヶ月でどれぐらい体型変化するかわかんないんですけど、まあとりあえずこのままでは体型あんま変化しないってことはよくわかったので、まあそんな感じでやっていこうかなと思ってます。で、今日3ヶ月目の2日目なんですけど、今日から、有酸素運動をちょっと取り入れようかなと思いまして、まあ、昨日1日いろいろ考えたんですけど、最初に候補にあったのがエアロバイク。で、エアロバイク候補だったんですけど、エアロバイク、まあ、ピンキリ製品がありまして、いいやつも安いやつも。で、安いやつから始めようかなと思ったんですけど、安いやつですら、ちょっと買うのためらう方も多分いるだろうなと思って、安いやつで1万ちょいするんですよね。1万何千か。で、誰でも真似できない内容って嫌だなと思って、エアロバイク買うのやめました。スペースも取りますしね。というわけで、いつもこの筋トレ2セットやるっていうのを2ヶ月目やってきたんですけど、3ヶ月目は3セットに増やそうと思います。3セットに増やして、最初の2セットは筋トレ。で、3セット目で、1ヶ月目にやってた、バーピーですね。バーピーを3セット目やって終わりっていう感じにしようかと思ってます。バーピーを有酸素運動にするって感じですね。で、1ヶ月目、合計8回バーピーするだけですごいフラフラだったんですけど、3ヶ月目に入って、先に2回筋トレしてから、バーピーしたらどうなるのか、全然、見当つかなくて、でもまあやってみようかなと思ってます。足のトレーニングの後にバーピーできるかな。よし。で、いつもならここで終わりなんですけど、もう1セット追加してやっていきます。よし。じゃあ3ヶ月目、3セットの挑戦、やっていきます。腕立てしたくていいやつですよね、多分。腕立ているのかな？いいのか。後悔ないようにやっとこう。できるな。なんとか。この疲れ方、懐かしさすらありますね。1ヶ月目、最初こんなんだった。2ヶ月間やってきたってことで、ペースダウンしつつですけど耐えられました。3ヶ月目、こんな感じで毎日やっていこうと思います。2セットプラス、バーピーですね。やっていこう。あ、やべやべやべ。
えました。マジで疲れた。これで全然何も変わんなかったら、あ、もう誰恨んでいいか分かんないですけど恨みますね。最近は筋トレ後にプロテインじゃなくて筋トレ前にプロテインっていうのが結構なんか流行りっていうかいいっていう話らしいっす。筋肉は増えてってるなって感じです。なんでこんなきついんだろう。マジでめちゃめちゃきつい。